王子魯山人、美食多産記の腹構え。心の赴くままに、いつもうまいものを食って、心の底から楽しんでみたい。朝も昼も晩も。犬や猫のように当てがい淵の食事にその日その日を続けることは、肉体は生きられるとしても、心の楽しみにはならない。心に楽しむ料理なんて考えても縁遠い。食って生きていきさえすればそれで結構なんだ。安価で栄養価値のあるもの、それで十分じゃないか、今の世の中はと。エネルギーのない多くの人々はこれを常識として栄養不良というヤクザ人間を作り出している。これが統制らしい。心に楽しむ余裕を持っていないのだろう。持っていても極めて消極的で浅はかなものらしい。カロリー、ビタミンをいちいち気にする料理は、実を言うと栄養薬であることに気がつかない。だからうまくない。うまくない食事から十分に栄養を取らんとするのは不合理に考えられるが、そこまで考えているものは稀なようである。このことは日本人は言うに及ばず、外国人も同様らしい。アメリカの都市を見て歩いても、実に薬品店の多いのに驚かされる。ヨーロッパもその通り。よろめき歩く死一歩手前の老人の多いのに驚かされた。弾力ある青年時代の無鉄砲の報いと見て間違いはあるまい。栄養薬的食事も一応は隆々たる筋肉を作ってくれる時代があるようだが、弾力ある精神にまではおぼつかないのではないか。よぼよぼ老人の多数が公園に行こう風景を先進国に見る事実は、とくと考えてみる必要があろう。私の言う栄養薬的料理、それは子供あるいは自由を拘束されているような人間だけにして、その他は各自の自由に任せて勝手気ままに心の底から楽しめる食事をとれば、カロリーが何ほどビタミンがどうのと考えなくても、おのずから健康は作られると私は信じている。しかしうまいものを食い続けようとするにはもちろん知識もいる、経験もいる、努力もしなければ発見ができない。しかしこの努力は誠に楽しい努力であって苦労にはならない。私は今何を考えているかというと、能登に遺産するこの綿を手に入れようとし、その卵巣の駆逐を何とかして一刻も早く口にしたいものだと念願している。この綿は知多半島にもある。尾道にも名物はあるが、能登半島のは特別の風味を持って私たちを喜ばせてくれる。駆逐に至っては絶味と言っていい。北海における寒中が生むところの味覚の王者である。それを送ってくれる友人が2、3あって、今からモーションをかけせっかく努力中で、その楽しみはまさに寿命を伸ばしてくれるようだ。しかもこれは私が50年前から続けている年中行事なのだ。寒中ともなれば数知れずと言いたいまでの美食が迫ってきて、その楽事に忙殺される。中型のフグを食うのも幸福の大なるもの。今日のタケノコ、冬眠のスッポン、豪州瀬戸のカンモロコも誠に楽しい美食である。のとぶりの砂釣りの刺身などは考えるだけでもたまらなくうまい。シビマグロの上々にも勝るうまさである。ただし南日本海で獲れるブリはそうはいかない。ともかく寒中に美食を求めては限りがない。餅だって寒餅というのが一番うまい。私は秋10月から春2月までを美食多産期として腹構えをし、次から次へと食欲を満たしてくれる最高季節を無駄に過ごしたことはない。3、4、5月頃になると明石鯛がうまくなり、ハモも上々の食い頃。瀬戸内海は大体どんな魚でも関東方面と違って何から何まで特にうまいのであるが、貝類、エビ類が関東に劣っている。アナゴも天ぷら寿司種には向かない。とにかく
うまいものばかり食って人生を楽しむことは、心を密かに微笑ましいことである。しかも、世界中で一番うまい食品の数多くある日本に存在する生活の幸せを考えては、たまらなく微笑ましい。